DBS とは、イギリスのアストン・マーティンが開発したスポーツカー。この記事では1967年から1972年モデルと2007年から2012年モデルを解説する。DBS スーパーレッチェーラについてはリンクを参照。1967年より販売開始された。1950年代の雰囲気を色濃く残していた先代 DB6 とは異なり、DBS のデザインは、ウィリアム・タウンズによって手掛けられたモダンなデザインとなっている。ボディサイズを拡大したことで、室内空間が拡張されたが、前面投影面積が増えたことで、空力的には不利になった。シャーシは、ハロルド・ビーチが DBS 用に新開発したシャーシを採用した。サスペンションはフロントには、ダブル・ウィッシュボーン、リアには、ド・ディオン・アクスルを採用。エンジンは開発中の 5.3 リットル水冷 V8 サイチェ C エンジンを FR レイアウトで搭載する予定だったが、開発が予想以上に遅れていたため、急遽 DB6 用の 4.0 リットル水冷時6エンジンを搭載した。しかし重量が DB6 より重いため性能は低下している。後に開発中だった V8 もラインナップに加わった。経営危機により、デビッド・ブラウンがアストン・マーティンを去った後の1973年、最後の70代の DBS がバンテージとして生産され、この年をもって DBS の生産は終了された。後継車種は V8。以後、1994年の DB7 までアストン・マーティンの社名から DB のイニシャルが途絶えた。また、映画007シリーズにおいては、女王陛下の007がメンタンではあるが、007ダイヤモンドは永遠において登場している。総生産台数は全モデルを含めて790台。映画007カジノロワイヤルにてジェームズ・ボンドがドライブするボンドカーとして発表。同時に映画公開後に市販されることがアナウンスされ、2007年8月、バンキッシュの後継モデルとして発売が開始された。続編007慰めの報酬においても引き続き起用されている。また、同車両は2007年のフランクフルトモーターショーにて公開された。新しい DBS は軽量マグネシウム合金、カーボン製複合物とアルミニウムのシャーシを持っている。カーボンの使用部位は広範囲に及んでいて、これほど広範囲への使用はアストンマーティンとしては初めて。また、これにより従来の素材より 30kg 軽量化した。エンジンは6リットルの V12DOHC が搭載され、最高出力は 517PS、時速 100km は 4.3 秒。デビュー当初はトランスアクスル型6段マニュアルのクーペボディのみだったが、追って DB9 と同じ6段オートマチック、タッチトロニック2、さらにオープンボディのボランテが選べるようになっている。2012年に生産終了。後継モデルとしてバンキッシュが発売された。ありがとうございます。